こんばんは、速稼塾の久保です。今日はサラリーマンなら株で稼げということでね、週刊中年ジャンプのストーンさんが満を持して登場でございます。皆様お楽しみに。で、放送自体は21時から開始なんですが、もうすでにですね、私の方がログインしてますので、始める部分は始めていこうかと思います。その前にね、ちょっとね、皆さんにどうしてもね、さらにお知らせしたいことがあります。というのが、スマホアプリでみんなの銀行っていうのまだされてない方がいるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、皆さん iPhone でしたら App Store、 それからですね、Android の場合は Google Play Store でみんなの銀行と検索して、みんなの銀行のアプリをスマホにダウンロードしてください。その後、ダウンロードしたみんなの銀行に紹介コードっていうのを入れていただきたいんですよね。で、紹介コードがない方は私の方にメールいただきましたら紹介コードをお渡ししますので、その紹介コードを入れてプロフィールを完成させてください。そうするとね、このみんなの銀行という福岡フィナンシャルグループの作っている、本当にね、信用できる金融庁管轄のアプリですけども、これね、普通のね、銀行口座と同じなんですよ。特徴としては、まあ、ブラックの人とか自己破産した人でもこの銀行口座ってね、作れてる例が非常に多くて、まず弾かれてないんですよね。まあ、ですんで、金融状況の悪い人でも試していただきたいし、そういう人にこそ知らせていただきたいんですよ。で、現在、口座は20万個あります。で、今ね、紹介キャンペーンっていうのやってまして、実はここで新しいアカウントを作った方は、自分の紹介コードが発行されてますので、多くの方にね、お知り合いとか親戚の方や同僚の方に教えてあげて、そして今度は、自分自身の紹介コードをその人に教えてあげて、そしたらね、紹介した人もされた人も1000円、もしくは今キャンペーン中で1500円なんですけども、これが入ってくれますんで、じゃあこれを月間で、まあ、10件ぐらいやるとね、もう1万とか2万とかできるわけですよ。で、それを副収入にしていただいたらどうかなと思いまして、今日はお知らせしております。さあ、それではね、ストーンさんもスタンバイができたみたいなんで、とりあえずストーンさんのご挨拶させていただきます。ストーンさん、どうもこんばんは。こんばんは。聞こえてますね。週刊中年ジャンプ、はい、ストーンです。はい、どうもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。まだ番組始まっていないんで、あと10分ほど待機時間があるんですけども、まあ雑談前にね、ここまで、いろんな動画アップロードしてきて、反応が良かった動画ってのはなんかどんなものがあります？反応が良かったのはですね、まあ株が最近多いんですけども、うん、まあ、銘柄によってやっぱりその人気の銘柄っていうのがやっぱりすごくよくわかりますね。反応が激しいのがやっぱり、あ、みんなこれ買ってんのかなとか売ってんのかなっていうのがわかりますね。ということはやっぱり株の情報発信がちょっとこう反応がいいというか当たりがいい感じですかね。そうですね、だいたいですね、全体のまあ7割ぐらい、本数でいうとですね、 4割ぐらいしかないんですけど、株自体の、うん、ですね、はい、だけどアクセスは7割ぐらいそれ占めてるんで、全体お結構やっぱり多いなっていう、みんな見ていただいてるんだなっていうふうに思いましたね。なるほど。まあ、特にこれから物価がさらに上がるようですし、原油高などでね、そして、社会保障費の負担っていうのはサラリーマンの方中心にかなりこれからも暗い影を落としてるということで、可処分所得が、ね、非常に厳しい、はい、だいたいサラリーマンさんの月のお小遣いって3万円前後って聞くんですけど、ストーンさんの感覚ではどのぐらいの金額だと思います？皆さんがですか？そうですね、社会的にこのくらいかなみたいな。社会的に。そうですよね、やっぱり3万前後じゃないかなっていう、今見てるとね、そんな感じじゃないのかなって思うんですけどね。自由に使えるのはやっぱりお父さんそのくらいかなってとこですかね。はい、まあそんなところだと思うんですよ。まあ、ストーンさん個人的にいくらですかっていうの聞きにくいんで、社会風潮はどうでしたか聞いてるわけですけども、でも実際にね、ストーンさんが今いくらなのか分かりませんけども、3万円前後の時代もあったと思うんですよ。はい、その時ってとてもじゃないけど足りないよっていう感覚で毎月過ごされていたと思いますけど、いかがですか？そうですね、やっぱりお金って大体いくらあっても足りないっていう感覚は あったりするんですけど、はい、3万円とか、まあ、5万円以下ぐらいだとやっぱり自由になんか好きなものを買えないっていうか、はい、ちょっといろいろ考えちゃいますよね。うん、これちょっと来月やばいかなとかね、いろいろ考えちゃって、やっぱりこう
欲しいからじゃあ買うっていう感じにはならないと思うんですよね、はい、飲み会もそう、もう今最近飲み会ないですけどね、はい、遊びに行くのもやっぱりちょっとかあの考えちゃうところですかね。なんかこうやっぱり30代から40代に変わっていって、これから50代を迎えるときにね、自分の暮らしがあ変わったなとか、なんかちょっとワクワクするなっていうときって、まとまった買い物、例えばオーディオをね、私たちの時代でしたら CD プレイヤーのなんか5連装みたいなのをドーンと入れたとか、新しい自転車を買っちゃったとかね、はい、まあ、そんな大きな買い物したときってもうすごい前からワクワクして、到着したときからもう夢の世界だみたいな感じで、寝ても覚めてもその新しく買った商品が目の前にちらついて、あ、生活変わったなって感じがするんですけども、なかなか月に3万とか5万だと毎月の消費で終わってしまって、形のあるものってなかなか部屋の中に増えていかない感覚がありますけども、どんな感じです？そうだと思いますね。やっぱりこう欲しいものってやっぱりこう物であると嬉しいですよね。あの旅行なんかもいいんですけど、はい、やっぱり僕なんかもやっぱり物でこうあるとなんか、あ、買ったなみたいな、まあ、飽きちゃったりするんですけど、やっぱりそういうのはありますね。物でこう買いたいっていうのはあるんですけど、やっぱりその3万円とかだとどうしてもね、あの大きいものっていうのは買えないと思うんで、なかなかちょっとね、年に1回買うとかね、そんな感じになっちゃうと思うんで、なかなかしんどいとこかなと思うんですけどね。そうですよね。確かに私たちはやっぱりこう10代20代を当然過ごしてきたときに、大人になったらこれが買えるかもしれないって希望を持って大人になるわけじゃないですか。でも実際に大人になってみると、例えば月3万とかね、多めで5万円としても、これ高校生の時の夏アルバイトの方がまだありましたよね。確かにそうですよね。自由に使える分っていうのはそうかもしれないですね。高校生の方が多いかもしれないですね、はい、まあ、ただやっぱり立派なお屋敷っていうかね、家に住んで家族がいたりするっていう、自分個人的には、まあ、お小遣いとは言えないけども、生活とか人生全体的に豊かになって嬉しいなっていう感覚は、やっぱりこう結婚したりサラリーマンとして生きてないと味わえない部分でもあるのかなと思いますんで、そこはもうトレードオフになってくるのかなと思うんですよ。そうですね。やっぱりそう、あの家を買うとかっていうことも、まあ結婚してないとね、家買うなかなか買わないですもんね、うん、まあ、そういうあの幸せもあるのかなっていうところではあるんですけど、やっぱりそのサラリーマンだとあの有限というか、その期限がずっと一生それでやってくるってことではないと思うんで、あの僕もちょっとね、ちょっと数年前にそういうことをいろいろ考えちゃったことがあったんで、はい、まあ、今回ちょっとね、こんなお話をさせていただく機会をいただいたということなんですけれども、はい、やっぱりこう株を自分の副収入にしようかと思ったきっかけっていろいろあったと思うんですけども、こう身近に株をされていた方がいたっていうことなんです？あの周りにはいなくてですね、僕はあの株に対しては、まあ、ほとんど何も考えてなかったんで、どうとも思ってなかったというのは正直なところなんですけど、はい、僕のイメージ的にはですね、まあ、あのまともな人がやるもんじゃないなっていうイメージはあったんです、はい、株とかですね、あのやっぱそれは普通じゃないねっていう、どっかの社長がやってたりとかっていう世界だったんですが、うん、まあ、ある、まあ、きっかけがあって、そういうお話が聞けることがあってですね、あのとっても自分の考えとは真逆のことで、あ、こんなことがあって、こんな世界があったのっていうことで、あの納得もできる部分が非常にあったんで、あの、まあ、今に至るというか株を続けてられるということですね。今もう6年丸6年ですね。この7年目ですけども、すごい、あのそうですね、あのこうなんか腑に落ちたっていうところが、そのタイミングがあって、あ、こういうことなのって、でもそんなこと言う人いないよねっていうことで、うん、おっしゃる通り、本当周りにそういう株をやってなんか稼いでるっていう人が全くいない、今もいないんですけど、うん、あのいないので、なかなかそういう話ってやっぱり世間的には広がってないんだなっていうのは今でも感じるところですね。なるほど、はい、はい、まあ、確かにね、その株なんか自分がやるもんじゃないよねって感覚は私もね大いにわかるんですよ。ただやっぱり冷静に考えてみて、まあ、いわゆるサラリーマンっていう括りで考えると、ほとんどの方が株式会社に勤めてるんですよね。そうですね。そういう意味で言うと、株式会社に勤めているサラリーマンさんの業績が自分の給料にもそうですけども、会社全体の評価として株価に反映されてると考えたら、結局みんな株をやってるようなもんなのかなっていうふうに感じるところもあるんですけど、いかがですか？あ、そういう考え方もありますよね。そうですよね。
まさにもう自分がもう買う、もう株を買ってるっていうイメージですよね。もうそこに参加してるわけですから。ね、特にね、株式会社って株式の評価損というのがあまりにも大きいと、まあ、債務超過になったり、まあ、ひどい時にはね、銀行からの貸し剥がしにあってそのまま倒産ってこともあり得る、そういう怖い話でもあるんですけども、実は私ね、大学を出てサラリーマンになった時に、ちょっと待ってください、まあ、株式会社ハローズってところにね勤めまして、まあ、ここはスーパーだったんですけども、上場前だったんですよ。あ、ちょっとストーンさんすいません、ミュートがかかっちゃったんでちょっと確認してください。はい、すいません。で、私新入社員の時から会社を辞める7年目までずっと自社株っていうのを買うことを勧められていたんで、毎月2万円まで買えたんですよ。ですんで2万円ずつずっと買っていったんですね。というのが、この会社は上場を目指してるから、上場したら自社株は公開されて値段が上がるよって聞いてたんですよ。なるほど。で、上場前の会社だったんですごくね忙しかったんですけども、上場したと同時にその株式を決済してやめたんですよね。あ、そうするとね、大体ね7年間で700万円ぐらいの含み益と、まあ、元本も込みでになったんで、結構まとまった金額になったことを考えると、すごいですね。上場前の会社に勤めるメリットって結構あったなって思うんですが、まあ、めったにそういう機会がないんでね、まあ、そういうことなのかなと思ったんですよ。株式会社に勤めていて自社株を買ってその会社の業績を上げると株式も上がっていくんで、まあ、給料も上がるかもしれないですね。なんかそういう考え方でサラリーマンやるとなかなか面白いなと思ったんですけども、今日はまたね別の違った角度でお話聞けると思いますんで、すごく楽しみにしております。ありがとうございます。はい、それではね、皆さんも揃ってきたということで、ストーンさんも準備が整ったと思いますので始めさせていただこうかと思います。では改めまして、ストーンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。参加いただいた皆さんも本当ありがとうございます。今日はね、株の経験のある方も、いや全くないんだけども、とりあえず株の話ちょっとね縁が遠いけども、こういうきっかけで聞いてみようかしらって方もいらっしゃると思うんですよ。多分そういう方にものすごく感覚が近いのが、サラリーマンをしていながら株もちょこっとね、今6年7年やってるよというふうと言われてましたけども、きっとですね、特別な人が株をやってるわけではなくて、普通の月にね3万円前後ぐらいから細々とやっていたと思われるストーンさんがですね、この小遣いじゃ足りないと、なんかチャンスを見つけたいなって時に、あれ？サラリーマンが株をやるって結構いいんじゃないかみたいなことに気づいたということで、そういったいきさつからもねお話聞いてみたいと思います。本当に今日は参加いただいた方の感覚に非常に近い話が聞けるんじゃないかなと思っております。それではストーンさん、自己紹介をちょっと簡単に、お名前、ご出身、趣味や特技などお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。週刊中年ジャンプの編集長のストーンですね。石井健太と申します。よろしくお願いします。はい、趣味ですかね。あ、住んでるとこですね。はい、はい、住んでるとこはね、神奈川県の相模原市というところですね。おう、ちょっと山あいのところで、いいとこなんですけど、はい、そこに住んでおります。で、ですね、趣味でしたっけ。はい、趣味、はい、趣味については、まあ、かぶっていたところなんですけど、まあ、それはそれで後で話しますので、はい、僕も3年ぐらい前にですね、鉄のフライパンを買ってですね、おう、ちょっと料理することが多くてですね、テフロン加工のフライパンじゃなくて鉄のフライパンですね、これを買って、ちょっといろいろやってるんですけど、やっぱこの習ったきっかけっていうのも YouTube でですね、うん、ちょっとまあ YouTube がない時なんていうのはテレビ の、 料理番組がいいとこですよね。あとはその、はい、なんかこうネットでこう調べてとかっていうのがあるんですけど、やっぱ YouTube で見ると動画なんですごく細かく教えてくれるんですよね。だそういうところがすごいなと思って、でまあまあ、ナポリタンとかいろいろ作ったりしてるんですけど、結構やっぱりこう続け練習をするとうまくなるっていうのがねすごくいいなと思って、まあそういうのにちょっとハマってるというか、まあ、もうほぼ毎日使ってるっていう感じですね。まあそれがここ数年の趣味というか、こだわってるところですね。はい、じゃあお料理を結構される機会が多いってことですか。非常に偏ってますけどね、作るものは決まってるんですけど、はい、でやっぱりそのね、最初目玉焼きから入ったんですよね、うん、で鉄のフライパンで目玉焼きを焼くと
あのテフロン加工のものより全然違うんですね。これ食べ比べていただくと分かるんですけど、焦げた部分っていうのがあの全然ね焦げの感じじゃないんですよね。あのなんていうかな、すごくこういい感じのこのパリッと仕上が茶色くちょっとなってね、はい、うん、ああいうそういうね感じが出て、やっぱこの鉄のフライパンを使うといいっていう話をこう YouTube でされてる人が多かったんで、うん、まあ、やってみたところそうだったということで、すごくあの感動したっていうことで、続けてますね。はい、あ、なんか分かりますね、それはね。あの近所のね小さい中華料理屋があるんですけども、はい、やっぱりね昔ながらの鉄の中華鍋使ってますよ、サビサビのやつ。あ、そうですよね。なんかこの焦げ目までね調理の一部になってるんですよね。うん、いや、すごくそこがやっぱあのプロはこういうの使ってるんだなっていうのがちょっと分かったところで、あのプロになるつもりはないんですけど、すごくそういうとこが、あ、やっぱこういうとこがプロ違うんだなと。あと生姜を少し、まあ、目玉焼きじゃないですけどチャーハンとか、生姜をちょっと入れるともうなんかこう町中華の味になるとかね、そういうのも昔はやっぱりそういう情報がなかったんで、うん、家ではなかなかできなかったんですけど、はい、やっぱりこういうものをうまく使うともう素人でもできるんだなっていうのがなんか分かってですね、楽しかったですね非常に。はい、まさに、まあ、それがまあ、はい、はい、ありがとうございます。まあ、まさにね、あのお料理もインターネットがあったから身近になったっていう例の一つだと思うんですけども、うん、そうですね、はい、今日はね昔からもう皆さんがね株っていうのは聞いてたんだけども、どうもとっつきにくいなと、身近な存在とはとっても思えないよっていうところが、実はねいろんな情報があることによって株は実は私たちの手元にもっともっと身近なもんなんだよということが多分ストーンさんを通じてあの分かってくるかと思うんですよ。今日はね皆さん本当ご期待いただきたいんですが、実はねそのストーンさんとは動画のやり取りも結構させてもらってて、私はもう本当にねいつもの感じみたいなんですけども、もしかしたら今日ストーンさんとお会いになるのが初めてだよって方もいらっしゃるかもしれないんですよ。うん、ただやっぱり私の放送ですから速稼塾の塾生さん中心にご覧になってると思います。ところでねストーンさんは速稼塾との出会いとかきっかけはどのようなものだったか覚えてらっしゃいます？久保先生とはですね、やっぱり YouTube が出会いでですね、僕のその YouTube の画面に何回か出てこられたんですよ、久保さんが。はい、で、はい、でちょっとまあ見てみたところすごく印象的だったのが、この人誰と話してんだろうこの動画はと思ってですねずっと見てたんですけど、吉谷さんですよね、はいはい、動画やられてる方、何の話してんのかなと思ってですね、ちょっとそれで興味が出たんですね。はい、でそこで見させていただいて、でいろいろお話を聞いてると YouTube のヒカキンとかまあいろいろいますけども、そこは目指してないんだと、目指してないというか、そう今からやる人はそこじゃないんだと、うん、いうことをお話しされてて、まあ逆 SEO だっていう話をされてて、いろんなもういろんなこう裾野を広げたところでキャッチしていくんだよっていうお話をして、あ、そんなことやってる人いないですよねってことになって、でそこでまたちょっと興味が出てですね、うん、去年一昨年の11月ぐらいからこう熱心にこう見るようになってですね、そこからスタートって感じですね。で3月の終わりぐらいに入塾させていただいて、はい、今に至るというところですね。はい、まあ、ありがとうございます。やっぱインターネット特に YouTube っていうのは自分が目的としてる動画じゃない動画がね、うん、ポンと出てきて1回や2回ならスルーするんですけども、あれまたこの人出てきたわみたいになるとちょっとまあそろそろ他の動画も見飽きたし、ワンパターンになってきたから変わったの行ってみるかと思ってね、フラッと寄ってみたら、あ、なるほどねみたいなのがあったりするんですよね。そうですね。まあ、ですんでね、本当逆 SEO じゃないですけども、いろんなテーマで語る取って出しっていうんですけども、いろんなテーマで日常のことから実はビジネスとか生活につなげていくようなストーリーを3分の5分でね小刻みに出していくのっていうのは、これアクセスアップの非常にね、まあ、ロングテールっていうんですけども、少ないファンを自分のチャンネルに呼び込む一つのテクニックなんですよ。まあ、ですので私のチャンネル登録者数っていうのは多いんですけども、実は私の話の9割ぐらいはねあんまり興味ないよって方が大半なんです。でもたまに自分のことを話してるところがあるんで、チャンネル登録解除が非常に起きにくいのは、これはねほとんど多くのジャンルをやってるんで1回1回の動画のアクセスはそんなにないんですけども、でもずっと自分の期待してるジャンルがいつか始まるはずだと思って待っててくれてるんですよね。だからこれ雑誌みたいな感じなんですよ。
で、ストーンさんとちょっとね最初は成り立ちが似ていたんですけども、でもやっぱり私はねアクセスがまだ低いうちとかチャンネル登録がまだ何千人っていう単位がないうちはやっぱりおすすめするのはワンテーマで強く各カテゴリーっていうんですけどもね、動画の9割は同じテーマ、1割はちょっとこう他のことをやってるよっていうバランスがいいんじゃないかなと思ってるんですよ。もちろん教科書通りに行けば専門チャンネルって言って一つのテーマしかやらないみたいなのが正解ではあると思いますけども、そうなると本当に有名 YouTuber さんと戦うことになっちゃうんで、私たちはね少ないアクセスでいかにファンを楽しませていくかっていうところに、まあ、そういうふうな、ね、時代になってきたと思いますので、そちらを目指した方が、まあ、挫折も少ないし、自分も楽しみながらできるのかなと思って、まあ、お勧めしてるんですね。で、今回ね週刊中年ジャンプという雑誌のようなテーマですけども、メインになるのはやっぱり株になっていったってことだと思うんですね。で、今日のテーマにこう話を移していくんですけども、実際ストーンさんがね今日サラリーマンと株というテーマでタイトルを付けさせてもらったんですけども、まあ、なぜこのテーマにしようと思ったかっていうのはねお話しいただいてよろしいでしょうか。あ、ちょっとそうですね、あ、大丈夫ですね、聞こえてました。大丈夫ですか。はい、まあ、最近、まあ、ニュースでもよくあると思うんですけども、まあ、これは最近っていうか、ね、あの昔からあったんですけども、まあ、早期退職の募集とかですね、 まあ、あんまりこうねサラリーマンにとってはいい話じゃないんですけども、そういうことが多くなってですね、で、まあ、具体的にそれが実行されてきたっていうのが、まあ、ここ数年だと思うんですよね。で、トヨタ自動車ももう終身雇用なんてないよっていう話も数年前に言ってましたんで、まあ、これ来たかというところであってですね、まあ、こういうの見て困ってる人が多いんだろうなと、僕自体困ってるんで、やっぱりそういう人多いんだろうなっていうこと で僕はですね、まあ、僕も当然サラリーマンなんで、他の収入を得るにはまあ株しかないなっていうところにまあ行き着いたわけなんですね。なので今回まあそういうお話僕の方からできれば少しでもお役に立てればいいかなと思いまして、こういうテーマにさせていただきました。はい、ありがとうございます。確かにねサラリーマンとして勤めていて早期退職を勧められたら、まあ働く時間がね短くなるのはありがたいけども収入はどうするんだって話になっちゃいますよね。そうですね。かといって75歳までじゃあ働きますかって言ったらそれもどうもなってなっちゃって、長く働きたいやら早く辞めたいやらよく分かんない状態にはなってますけども、結局はお金の問題が解決されれば、まあ通常の定年65とか70って言われてますけども、そこまでじゃなくてもまあ体力が落ちて自分も会社に居場所がなくなってくる50代半ばぐらいではそっと辞められるんじゃないかなっていうふうな目算は立ちますよね。そうですね。さあそれでね、その株式とそのストーンさんとのこの関係といいますかね、今どんな感じでされているのか、その辺も込みでお話しいただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。あ、なるほど。僕はですね、先ほども少しお話ししたんですけども、この株を始める前はですね、まあ、なんかやらなきゃなって漠然と思ってたんですね。まあ、サラリーマンは、まあ、その当時もやってるんですけども、はい、まあ、会社の上司とか先輩を見てもですね、まあ、大体ああなるんだなっていうのが分かるわけですよね。で、まあ、飲みとかに連れてってもらった時にですね、ちょっと頃合いを見て、部長、これサラリーマン終わったら何されるんですかみたいな話をちょっと聞いたりとかですね、なんか今からなんかこう勉強みたいなのやっぱされてるんですかっていう話をよく聞いてた時期があったんですよ、うん、でもまあそれ大体最終的にはもう答え分かってて、お前うるせえんだよってなっちゃうんですね。なんか勉強とかしないんですかみたいな話を言うと、いいよお前仕事しろよみたいな感じになっちゃって、あ、これはダメだなと思って、やっぱりなんかやらなきゃいけないというところで探してたところにですね、まあ、知人から話があって、ちょっと株の話なんだけど聞かないなんて話、僕はさっき言ったみたいに株はそんなにこうなんかやりたいなっていうように思ってなかった、よく思ってなかったんですね、株に対して。で、まあでもちょっと話だけこういうふうに思ってるし聞くかということで話を聞いたところですね、まあ、相場の先生のところに行ったんですけども、僕が考えてた株っていうのはやっぱりお金があって、もう、まあ、お金余ってるお金でもうお金をこう巻き上げていくというかね、そういうようなイメージだったんですよ、うん、なんですけどやっぱその先生の話を聞くと、株っていうのはそのいろいろニュースがあるけども、そういうのは一切関係ないんだと、うん、基本的にはですよ、基本的には関係なくて、チャートっていうそのグラフを見て
判断ができるんですよってことだったんですね。簡単に言うとそういうことです。だから、うん、ということはですよ、みんな、パソコンがあればそのチャートは見れますし、お金持ってる人と僕みたいなお金がない人のチャートが違うわけじゃないわけです。同じチャート見てるって、うん、あれと思って、じゃあなんか真面目にやるとできるのかなと思ったんですよね。でこういう話っていうのは聞いたことなかったんですね。でその後にいろんな人に聞いても、株はね、PBR とかなんちゃらかんちゃらとか、ね、そういうのが知らないとダメなんだよっていう人が多かったんですよね。はい。で、やっぱりちょっとこれ僕には無理だなっていうことにもなったんですけど、いろいろお話を聞いてると、やっぱりその難しく考えてしまうとそうなっちゃうんですけども、そうではなくて、やっぱりそのきちんと正しい情報を得て、それをやっぱ知っただけじゃダメでですね、それが実行できるようにこう訓練していくっていうことなんですね。その方がおっしゃってたの、やっぱりそうするとですね、素人でもこれいけんじゃないかっていうふうに思えてきたんですね、ちょっとやってるうちに。そういう感じでですね、続けようということで、練習、僕誘ってくれた人はもうやめちゃったんですけど、僕がちょっとこう興味が出てきてですね、続けてるということなんですよね。で、6年間勉強してきて、で、去年、自分でですね、株スクールで一人しかいないんですけど、僕だけでこう、はい、株スクールという形でですね、自分で自分を教えてるみたいな感じで、ねうん、やって始めて、で、YouTube なんかも、久保先生に教えていただいて、はい、ちょっと発信するようになってからですね、だからこう、変わったことって感じたことが、発信するとですね、自分が、こう覚えたことがこうより強化されるっていうか、ガチッと定着されるというかですね、そういうことが非常に感じたんで、やっぱりこういうことを皆さんにこうお話しするっていうのはとてもいいなと思って、いるところですね。それが僕が今株を続けてるというところなんですね。はい。なるほど。じゃあ株のことをずっとやってきて、確かになと思うことが重なってきて、それが自信にもなり実績にもなったってことだと思いますけども、じゃあこれからね、そのストーンさんが身につけた株の知識とか、これから目指していくところなど込みでね、どんな方にお伝えしていきたいなと思います？そうですね、やっぱり僕もサラリーマン、中年サラリーマンで、同世代の方ですね、僕はまあ49なんですけども、50前後のサラリーマンの方って忙しいと思うんですよね、とってもやっぱり仕事でやっぱりこう中核になる方々が多いと思って、やっぱり仕事をそっちのけで昼間こう株をやるなんていうのはできないと思うんですよね、だからそういう方にですね、お勧めしていきたいなと。40代50代って大変なんですけど、時間を作っても勉強しておけばですね、今すぐ株のトレードをするってことではなくて、これからもうすぐ始めればですね、5年ぐらい、3年5年、人によるんですけども、やっただけのその知識と技量っていうのがついてくると思うんで、やっておくと絶対にいいなっていうふうに僕は感じたところなんですよね。はい。なので、中年のサラリーマンに、お伝えしていきたいなと。で、僕がですね、本当は僕の本心は、主婦の方がやったらいいなと思ってるんですよ。はい、それはですね、僕の家、うちの妻がですね、はい、妻に最初僕は言ったんですよ。株やれよ。勉強した方がいい先生出るから株やってこいよっていう話をしたんで、そうすると僕が非常に楽になるんですね。サラリーマンだけやってればいいんで、はい、と思ったんですけど、なかなかそうもいかないですね。世の、中年サラリーマンもそういう家庭が多いかと思うんで、はい、現実的にはもうサラリーマンのお父さんがですね、ちゃんと勉強して、やっていきましょうっていうところだと思いますね。なので今回はですね、僕と同世代のですね、サラリーマンの方にお伝えしたいなと思っております。そうですね、まさに私も同世代というか、同年齢ということでね、やっぱりサラリーマンをして、余った時間、土日とか夕方から夜にかけて、例えば牛丼屋で働くとか、コンビニで働くとか、採用も難しいと思いますけども、仮に採用されても、続かないと思うんですよ、体を使うやつは。あとは、大事なのは、身柄を持ってかれるんで、家族というものを全く楽しめないというところでね。で、私も、お仕事をしながら、家庭をきちんとね、サポートしながら、プラス副収入となると、もう使える時間と体力ってないと思いますんで、じゃあ、知識ね、知識をしっかりと埋め込むことで、
まあ、今日明日にすぐに儲かるっていうものではないと思いますけども、でも確実に溜まっていった知識が2年後3年後に全部お金になってくるっていう形はね、すごく株の魅力だと思いますし、まあ、私は FX を選んだんですけども、株に通じるものはね、本当同じものが多いと思うんですよ。知識を貯めてそれを使えるようになって、あとは少しのね精神力を持ってすれば、株も同じチャート、 FX も同じチャート、まあ攻略できるんではないかなと思いますね。私はたまたま FX を選んだんですけども、やっぱり株と FX 悩みましたよ。どっちにしようか。で、私としては株はね、長期安定株とか、あとは30年とか50年かけてゆっくり上がっていくものに大きな資金を入れてもいいのかなと思ったんで、私が株をやるとしたら今のところはそっちを見ているんですけども、ただやっぱり、日々のデイトレードって言うんですかね、株でも週単位とか月単位とか、ひどい時にはひどいっていうかね、極端な話1日単位に利益を出せる銘柄もあると思いますんで、その辺はストーンさんによく聞いていただければ、生活スタイルに合った収入の形っていうのはね、今日こうやって動画をご覧の皆さんにも選べると思うんですよ。で、私は FX なんで本当日々決済してますけども、株の場合は他のスタイルも選びますんで、ね、FX よりも随分選びやすいんで、その辺を、まあ、皆さんね、受け取っていただければと思います。さあ、それではね、ストーンさん、今回株のテーマを選んでもらったわけなんですけども、今まで株に関わってきて心に残ったこととか、感動したなとかね、希望が あるなとか、学びとか、こういったものをなんか印象に残るエピソードがあったらお聞かせいただきたいんですが。そうですね、そうですね、僕はですね、証券会社の偉い方とお話しする機会が少しあってですね、いろいろ聞いてみたことがあったんですよ。はい。で、そこでですね、まあ、なんていうのかな、その本質って言ったらおこがましいんですけど、本質っていうところはプロトレーダーっていう、その証券会社に勤めてる方ですよね。いつも毎日トレードしてる方、うん、方でも分かってないんだよっていうことを言ってたんですよね、その方が。部下ですよね、部下のことをそういうふうに言ってたわけです。はい、そうなのかと思ってですね、で、意外と証券会社プロと言われてる人たちも、そのなんで株が上がった後にちょっと下がってまた上がるのかとかっていう、その本質、それは知ってるんですけど、当然。こういうことで、ちょっと下がってあげるんだとか、よく知ってるんですけど、なんでそうなるかとかっていうことはあんまり考えないんですよね。うん、で、そうなんですか、どうしてですかって言ったら、まあ、そういう人はね、採用してないって言う、プロの相場師は、プロの相場師の方がいいと思うじゃないですか。はい。プロの相場師がいっぱいいた方がいっぱい稼いでくるって感じするじゃないですか。はい、なんですけど、その人が言うには、そういう人が多いと、自分でできちゃうんで、お金稼いだらやめてっちゃうって言うんですよね。あ、はい。そうすると穴が開いちゃって大変になっちゃって、うん、やっぱりそこでもサラリーマン的な人を雇って、会社のお金で少しの利益を出す人がいっぱいいた方がいいんだって言うんですよね。うん、なので、証券会社ってそういうふうにやってるんだと思ってですね、そうなると、やっぱりその相場師と言われるような人たちはそこには行かずにですね、まあ、自分で稼いじゃうんですよ。はい。だから、それを考えるとですね、まあ、ちょっといろいろお話ししたんですけども、本質っていうのをやっぱりしっかり理解をすると、そういう人たちにも勝てるんだな。しかもその人たち自分のお金じゃないですから、うん、やっぱりその精神的にも違ったりするって言ってましたね、その人って、うん。なので、まあ、できるんじゃないのかなっていうのを思ったんですよね。それはもう株を始めて数年経ってからの話なんで、ちょっとまあいろんなことっていうか、ある程度分かってくる時にそういう話を聞けたんで、よかったなと思ったんですけど、うん、まあ、そういうことがですね、株をやって分かってきたなっていうところですね。まあ、本当は違うんだっていうことがね、本当は理解してないんで、人たちはっていうのがよく分かったんで、まあ、だから、投資信託とかね、ああいうのは儲からないっていうのはそういうことらしいんですよね。会社は儲かるんですけども、はい、お金預けてる人はそんなに儲からないっていうことなんですね。そんな話を聞けたっていうのがすごく良かったなと思いましたね。なるほど。確かにね、納得できるところが多いのは、トレードが上手な人って会社に雇われずに自分でやっちゃいますよね。そうなんですよね。できちゃうっていう。うん、だから、私たちの敵は、まあ、証券会社でもあるし、一般の個人投資家さんでもあるし、ヘッジファンドでもあるんですけども、結局どのマーケットも同じ割合で、できる人とできない人と、どうしようもなくできる人がいて、そう考えたら、
まあ、今日ね、初めて株の話を聞いた人にも、これね、いきなりチャンスがあるっていうふうにも見えてくるんですよね。もう株の専門家じゃないから全然ダメですよってことじゃなくて、専門家ですらね、落ちこぼれもいるし、サラリーマン的なのもいるし、なんかむちゃくちゃ相場師みたいなのもいるし、まあ玉石混合だということなんで、恐るに足らずということなのかなと思いますね。大事なのは正確に株の知識を基礎から学んでいって、それを使えるように練習していくことなのかなと思いました。私も一つ今日はね、学びになったかなと思いますね。はい。で、今日ストーンさんが今回株のサラリーマンが株をやってるってことでお話しいただいてるんですけども、今日ね、視聴者さん8名今日出てますけども、多分 YouTube になったら100名前後の方が見てくださると思うんですよ。視聴者さんに提供できるようなスキルなり、問題解決、提供できる問題解決などがありましたら、ちょっとね、端的に、何点かお話しいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。そうですね。これから、株を始めてみようかなと思ったりとかですね、株ちょっとやってるんだけど、なかなかっていう方はですね、お話しさせていただければですね、僕の経験というか、僕もそうだったんで、でしかもまだ僕はまだその10年20年やってるわけじゃないんで、そういったところを鮮明に覚えてますんで、教えてもらってる時もですね、なんでこの人こんな分かんないふうに説明するのかなとかですね、いろいろそういう疑問があったんで、そういうところを逆にですね、僕はそう分かるんで、分かんない人の分かんないところが分かるっていうかね、そういうところがあるんで、いろいろできるかなと思います。で、あと、その練習、結局ですね、今、YouTube なんかでも株の情報っていうのはいっぱいあるんですね。それ、ほとんど嘘かっていうと、そうではなくて、ほとんど合ってるんですよ、みんな。なんですけど、情報はいっぱい出てるんだけども、うまくなる人はそんなにいないっていうのは、やっぱりその、練習の仕方だとかっていうのは、あんまり言って語ってる人いないんですよね。こうやったらこうなるよっていうんですけど、じゃあ、それができるまでに、どういうことをやってきたのかっていうことがですね、僕も分かんなかったんですが、ここまでいろいろやってきてですね、やっぱこうすると、これを続けていくと、やっぱり続けていくっていうのが必ずついてくるんですけど、これをやったらうまくいくってことはなくて、それを 何回も何回もやっていくっていうことがあるんですね。で、それっていうのをですね、分かりますので、そういうことを、難しいことじゃないんですけど、それを、二人三脚じゃないですけど、誰かがいてやる、一人でできれば一番いいんですけど、そういう人は相場師になっちゃうんで、なかなかできないっていうのは僕もできなかったんで、そのサポートができるかなと思います。ですから、サラリーマンの方も、平日はね、お仕事があってですね、夜も疲れてるということなんで、1日10分でもいいんでね、練習方法っていうのはありますので、それを続けていくことでもう全然違いますから、株のトレードなんていうのはやっぱりそういう、努力って言えるかどうか分かんないですけど、そういう毎日やることによっていろんなことが見えてくるっていうのが僕も感じたところなんで、そういったところをお伝えできればなと思います。ああ、なるほどね。やっぱりストーンさんご自身が1日の大半、おそらく12時間前後ですね、サラリーマンとして株とは全く関係がない部分にエネルギーを取られている。でもその隙間でも1日に10分でも20分でもね、継続して少しずつスキルを貯めていく、まさにサラリーマンの株式投資術ってのを多分提供できるんだろうなと今汲み取ったんですけども、その他にもね、こういう方なんだろうなと思うのがお話聞いて分かったんですよ。例えば株はやってるんだけども、なんかどうしてもね、続かなくなっちゃってやめたくなっちゃうんだよっていう時に、ストーンさんの存在がいると二人三脚で頑張れるんじゃないかなっていうこと、それから初心者の方でね、これから始めようとしてる方とか、やっと始めようと思ってるんですよとか、半年目なんですよっていうふうな、本当言ってみれば駆け出しの方が困りやすいところを、ストーンさんは、あ、それはねと、かなり身近なところから、俺も実は1年前そうだったから、ね、2年前そうだったからって形で、ものすごく身近な存在で導いていただけるんじゃないかなと。逆にこれね、ベテランさんだとね、もうね、めんどくさいから教えなかったり、もう忘れちゃったりとかして、ちょっと雲の上の存在になっちゃうんで、なかなか手を引いて教えてもらえるっていう距離感ではないのかなと思うんで、あんまりベテランすぎても良くないんですよね、きっとね。それからね、あと、一回株やってたんだけども、もう一回やってみようかなと思う人向けのストーンさんのサポートになるのかなというところもあるかなと。で、総じて言えば、基礎練習のやり方をものすごく上手に伝えてくれるのがストーンさんの立場なんじゃないかなと思いますけど、そんな感じでいいですかね。ありがとうございます。まさにその通りでございます。はい、
まあ、今日ね30分ほど聞かせていただいて、私はそういうふうに感じましたんで、その通りですと言っていただければね、あ、ちゃんと受け止めてよかったなと思っております。ありがとうございます。よかったよかった。恐れ入ります。でちなみに6年7年ストーンさんね株をやられてきて、はい、まあ負けっぱなしだとさすがに続いてはないと思うんで、どっかでね勝利のポイントをクリアして勝ちを積み上げていると思うんですけども、で今までにそういったストーンさんなりの学んできたこととかね、成功例などなんかいくつかにまとめてはいると思うんですけども、そういった意味で、こんなものにまとめましたみたいなね、まあ、実績というのか、やってきた成果というのか、そういうものがあったらちょっと何点かお話しいただきたいんですけども、あります？そうですね、やっぱりこう継続していくっていうのが、まあ、言ってしまうとそれまでなんですけども、うん、そのトレードもですね、こうやったりやらなかったりだとやっぱりダメなんですね。少額でもやっぱり少しやって、うん、まあ、平均的にやっていくとやっぱり勝てる、そのなんていうんですかね、確率論っていうことなんですが、勝てる方にやっぱりそう訓練してるんで、うん、負ける時もあるんですけど、負けは少なくで勝ちはまあ極力伸ばせるようにっていうふうにできてくるのでね、やっぱり続けていくっていうことが大事なのかなっていうことですね、うん、あるんですが、まあ、そういう株のそのお金の話もあるんですけども、やっぱちょっとね、先ほどお話ししたんですけど、YouTube でアップロードすることによってですね、まあ、視聴者さんも結構増えてきてるんで、うん、まあ、その辺が、まあ、実績というかですね、うん、になるのかなって感じですね。うん、まあ、なんていうんですかね、その自分でやってるそのトレードを全て出してるってことではないんですけども、うん、こういう感じになるんじゃないかなっていう、この予測を立ててですね、1週間こう見てみて、うん、これこうでしたねとか、うん、切り替える、考えを切り替えたりってこともあるんですけども、うん、まあ、そういったことが、まあ、見られてって、そのコメントなんかもね、いろいろあったりするんで、うん、まあ、その辺で、まあ、良かったなっていうふうに思ったりはしてるんですけども、うん、はい。そこはね、私も見させていただいて、週刊中年ジャンプという形でスタートしたんですけども、テーマを株に絞ってからチャンネル登録の伸びっていうのが、やっぱり目覚ましいなと思ってるんですよ。ということは、ストーンさんの YouTube チャンネルでは、今ね、株の情報発信を期待している方が、まあ、飛躍的に伸びてるんだろうなと思うのと、私がサムネイル見ていても、個別銘柄についてお話しされてるんで、これ分かりやすいんですよ、とっても。ね、鉄鋼株のことをお話しするときには、やっぱり鉄鋼関係でお勤めの方とか、やっぱり見ちゃうし、実際に株をどれ買おうかなって迷ってる方が、すごくね、フォーカスしやすいようなサムネイルと、動画内容になってますんで、非常に取り組みやすいんだなっていうことを感じてますね。で、また話も上手なんで、うまくまとまってます、本当に。そうです。さすがにね、株の話をまとめて話すのはすごく上手だと思いますよ。ありがとうございます。はい。いや、本当に、今日はね、株の話を一通り聞かせてもらったんですけども、ちょっとね、テーマ変わるんですけども、これはね、ズームでこうやってライブ対談するときは必ず聞いてるんですけども、感染症のことなんですよ。ね。感染症が出てきて、もう2年ちょっとになると思いますけども、ストーンさんから見て、この感染症の生活で人々の暮らしとか心ってどのように変わったと思います？そうですね。暮らしとか心ですね。まあ2年前と比べるとだいぶ変わったとは思うんですけども、見た目にはですね。僕は本質的には変わってないんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。というのは今回のこの長いね、この風邪みたいな感染症なんですけども、これは何て言いますかね、情報っていうのがこう真ん中にドンってくるのかなって僕は思ってるんですよね。情報ですね。これによってやっぱりこう人みん多くの人がこう右に左にこうコントロールされちゃっているんだなと、うん、まあ例えばもうマスクなんかもそうですよね。マスクなんかも、はい、まあ、もう2年経ってですね、マスクをしてたから感染が、ウイルスがですね、入ってこないってことはありえないわけなんですよね。まあこれは、ちょっと考えると分かるんですけど、うん、なんとなくみんながやってるからとか、そういうなんかこう、圧力があるわけなんですね。で、まあ、その例の注射もそうですけども、うん、今日でしたかね、山梨県知事がなんかね、はい、言ってましたよね、はい、接種さ、なんか会社に言って接種させてくださいみたいな。はい、炎上してましたけども、まあ、そういったいろんな情報、間違った情報もいい情報ももうあまり判断せずに、みんながこう動いてるからこうした方がいいよっていう風潮は、まあ、昔からあったと思うんですけど、
この件でですね、まあ、かなりこう大きく露呈してきたかなっていうふうに思ってるね。だから本質的にはそんなには変わらずで、一つのことをこうなんか深く考えて自分で判断してはっきりしたことを言うってことはあまり、まあ、僕らの親世代もしてなかったと思うんですね。で、まあ、若い方はなんか覇気がないとかちゃんとなんか物事を言わないとかって言ってますけど、まあ、僕らを見てるとそうなっちゃいますよね。ならざるを得ないというか、こう空気読もうとかね、そういうことになっちゃうんですけども、うん、まあこれはですね、昔は僕もそうだったんですね。昔はというか、で株を やり始めてからやっぱり本当のことっていうのは何なのかなっていうこと、ちょっといろいろこうこだわってですね、なんか偏屈じじいみたいですけど、ちょっとねそういう感じがあったんですよ。で、まあ株なんかもですね、風雪のルフっていうその噂を流しちゃいけないよっていう法律があるぐらいですね、人っていうのはやっぱりその噂とかですね、そういうのに流されやすい。この株いいよっていうと隣のおじさんが買ってたとかね、何のその裏付けもないのに買っちゃうっていうねことがあったり今でもするわけで、やっぱりその本質は変わらないんですけども、まあ、このままいくとですね、やっぱそういうのを変えていかないと、このままいくともうどんどん分断がね、全然本質じゃないところで味方なのに喧嘩しちゃうみたいな、そういうことが非常に広がっちゃうのかなっていうのがね、感じてるっていうかね、怖いなと思ってるところなんですよね。だからその何かが変わったってことはあんまりないのかもしれないんですけど、情報がこれだけある中でですね、やっぱりちゃんとした自分の考えというか、いろんな情報を取ってフィルターにかけて、それが合ってるかどうか別としてですね、いや俺はこう思ってんだよっていう話をする人が少ないなっていう、うん、まあ、それを言うとまた叩かれたりするんで、そうなっちゃうのかもしれないんですけども、やっぱりそれだとちょっとこの後の世代はかわいそうだなっていうかね、そういうふうに思っちゃうんですね。ちょっと暗い話になっちゃいました、うんうん、そこがちょっと、まあ、変わってきたとこかな、変わったというか、まあ、大きく露呈してきたかなっていうところですかね、うん、そんなふうに感じております。はい、ありがとうございます。確かにね、マスクの件は2年間みんなで真面目にやってても結局は第6波っていうのが容赦なく来るってことは、そろそろマスクは関係ないのかなと。あれほどね、マスクがなくってアベノマスクまで出てきて高値のマスクを買っちゃったり、今マスクを在庫で抱えてどうしようと思ってる方もいらっしゃったりとか、様々なんですけども、まあけどね、分かっていてもマスクをせざるを得ない状況はありますよね。マスクしないと電車にも乗りにくいし、それこそスーパーにも行けないし、私はね、ウォーキングやジョギングをするんですけども、マスクして一人で山道をウォーキングしてる人もいるんですよ。あれは誰に対して何をしてるのかなと思っちゃうんですけども、もう止まらないですね、習慣化しちゃったらね。そうですね、うん、まあなんか、なんでしょうね、一定の安心感はあるのかもしれませんね。多くの方がこれをやっていれば自分もすればというふうな形で、でしかもそう言ってる私でもスーパーに行くときはマスクを必ずしますんで、その同調圧力に、まあ、一役買ってるような、そんな、ね、自責の念もあるんですけども、だってスーパーとかコンビニの店頭に、マスクをして入ってくださいって、ステッカー貼ってあるから、もうね、これ、ほぼ法律みたいになっちゃってて、破るのが怖いですね、これはね。うん。そうなんですよね。まあ、でも誰も、その法律では決まってないんですよね。決まってないですね。厚生省も、マスクをしなさいとは言ってないですよね。はい、熱があるときはしてくださいみたいな。ことなんで、やっぱりその同調圧力というか、やらざるを得ない環境にこうさせ合ってるっていうかね、なっちゃってるのかなっていうのを感じますね。怖いなっていうのは思いますけどね。その通り、お互いが牽制してるところはね、本当あるんだろうなと思いますんで、ね、そんな私たちの姿を見てるとね、次の世代も当然真似しちゃって余計なことは言うのをやめようかなとか、自己主張をやめようかなっていうのは、ね、どんどんなんか社会主義国みたいになっちゃいますけども。まあ本当ありがとうございます。この2年間でね、私たちの正体が分かったということで、まあこれを完全に否定するものではありませんけども、そういう現実を捉えながら、うん、まあ、できることからね、月並みですけども、自分なりの考えを取り戻していきたいかなというところでございますね。今回はそのズーム対談を通じてですね、いろんな方に、この感染症の2年間を聞いてみたんですけども、うん、やっぱり一人一人が、本当に思ってることと、
やらざるを得ないことの間で、まあ、いろいろと、もがいてるというところはね、変わらないのかなと思います。じゃあ、サラリーマンをしながら、収入が少ないよ、小遣いが増えないよって方は、やっぱり株を突破口にしていただきたいっていうところにね、やっぱりこう、今日のテーマとしては結びついていくんですけども、さあ、それではね、ストーンさん、今後、今年も1月、そろそろ終わりに近づいてくるんですけども、今年取り組んでみたいこととか、具体的に達成したいこととかね、あと個人的に欲しいものとか、この辺今年はこうなるぞみたいなのがあったら自由にお話しいただきたいんですが、今年はですね、まあ、去年自分で、まあ、自分自身のスクールというのを始めてですね、うん、今年は、まあ、YouTube も去年始めさせていただいて、うん、それもどんどん育てつつですね、生徒さんというとあれですけど、まあ、仲間を増やしてですね、うん、一緒にやっていきたいなということですね、うん、そういう、まあ、スクール的なことをですねやっていきたいなと思ってます。で、まあ、まだ特に具体的にどうってないんですけども、うん、夏ぐらいにですね、やっぱりちょっと、まあ、イベントって言ったらあれですけど、ちょっとね、なんかやりたいなっていうふうに思ってますので、今からいろいろ考えてですね、まあ、準備をしていきたいなと思っております。はい、で、今年はそれを達成して、成就してですね、また次の年は次の年で、また一段階ですね、上がっていきたいなと思っております。うん、あ、じゃあ、こう株を中心に自分のこのコミュニティを育てていきたいなというところですかね。そうですね。じゃあ、当面はですね、じゃあ、明日から始まるとか、来週から始まるってものではないと思いますけども、まあ、夏ぐらいってもすぐ来ちゃいますから、じゃあ、先行でですね、その株の話、早めに乗っときたいよって方に、まあ、もちろん無料でなんですけども、無料で、ちょっとメールなどいただいて、軽くコミュニティみたいなのを作って、じゃあ先行情報は今回ご連絡いただいた方に届けちゃいますよみたいな形は取れるんじゃないかなと思いますけども、そういった形で皆さんからの希望とか不安とかを集めていくっていうところから始めてみたらいかがと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、そういうふうにしたいなと思っております。なので、まあ、ちょっとね、株をやるにしてもちょっと話す人がいないなっていう方はですね、ちょっとお気軽に言っていただければですね、うん、僕の知ってる、知りうる中で最大限こうお話をさせていただきたいなと思ってるんで、はい、まあ、こんなことでちょっと悩んでんだけど、どうやったらできるみたいな話をですね、できるかなと思います。はい、うん、それ明日までに100万円儲けたいんだけどっていう、そういう話はできないんですけど。それだったら私も参加したいんですけど。あ、そうですか。それみんな聞かせてくれよって話になっちゃうと思いますけどね。まあ、ですからあれですよね、じゃあ株ってどこで買ったらいいの、どこの証券口座がおすすめですか、いくらからできるんですか、こんな私でもできるでしょうかみたいな、そういった本当に素朴な質問をドーンと受け付けますよっていうことだと思いますけども、うん、そういったことですかね。そうですね、うん、それからのストーンさんの実際に今取り組んでる銘柄とか、取り組んではいないけども、もうちょっと余剰資金が増えたらやってみたい銘柄とかって、まあいろいろあると思いますけども、そういうのも、これから株を始める方がね、銘柄に迷うと思うんで、なんでこの銘柄を選んだのかっていうことも込みで、レクチャーは今のうちだったら全然フランクにさせてもらいますよってことですかね。そうですね。ね、これコミュニティスタートしたらね、はい、コミュニティに入った人しかもうね、教えられませんってことには当然なると思いますんで、今のうちですよ。ね。じゃあ、後ほどね、ストーンさんの連絡先などあると思いますんで、そこで皆さんね、ちょっと今のうちにコネクトしておこうかなっていうことでしたら、このストーンさんの株スクール、カッコ仮に、今のうちからもう予備生ということでね、ご連絡いただきたいかなと思います。さあ、それではですね、最後のコーナーになるのかな、プレゼントコーナーになります。皆さんおめでとうございます。プレゼントがあるんでしょうか、果たして。あるのかもしれません。まあ、ストーンさんのね、連絡先を、まあ、ここでご紹介いただいて、もしあればね、プレゼントもつけていただきたいかなと思いますけども、連絡先はどちらになるでしょうか。ですね、これちょっと過ぎた、これ見えますか。お、見えますかね。株の件。はい。わかりやすいですね。はい、わかりますよ。これはい、Gmail なんで、石 K ですね。634で、@gmail.com なんで、こちらに、まあ、株の件って感じで書いておいていただければ、うん、返信させていただきますん で、はい、で、その返信にですね、これ出してみましょうか。返信にですね、
動画ですね、株の基礎知識っていう動画、1章、2章ってありますので、そちら、まあ、短い動画なんで、1本1本短いんですけども、20本から30本ぐらいあるんで、はい、まあ、そちらをちょっとざっと見ていただいてですね、本当に基礎なんで、まあ、その辺ですね、勉強していただければなと思います。まずはですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、一応、メールアドレスはチャットの方にも記入させてもらいましたんで、ぜひね、もう今日ライブ放送参加してくださった方は、なんかよくわかんないけど、株の件でメール打ってみてください。本はしませんから。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、あと10分15分ほど予定の時間はありますので、はい、今日参加された方に質問を早速何点かいただきたいと思います。これね、株の件じゃなくてもいいですよ。はい。今日こうやって、ストンさんのお話を聞いて、ちょっと一言言わせてくれって方とかがいらっしゃったらね、もしくは自分の宣伝でも構いません。次週は私がライブ放送しますんでお願いしますみたいなね。まあ次週は、体のなんで、ステーキングプールなんで今日はいないですけども、もしね、お話したいことがありましたら、ぜひね、マイクのミュートを解除して、お話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。特になければね、このまま、私のトークとストーンさんのお話が続くだけでございますけども、お、特にないですかね。特にない。はい、メールの方でお問い合わせいただければと思います。そしたらね、いきなり振られてもなら困っちゃうってことだと思いますしね。じゃあ今日は特にここでは聞き取らなくてもいいかな。ストーンさん、今ね、注目の株の銘柄っていうのはどういったものがあります？どんな分野です？最近は厳しい状態がね、ちょっと予想される株式市場ではあるんですが。そうですね。まあ、なんていうかな、こう、日経、僕は大体日経とかで、日経225っていう、こう、カテゴリーがあって、はいはい、あとは JPX400 っていうね、JPX400 ですね。こういう中で選んでるんですね。なんでかっていうと、JPX ですね。JPX、はい、でこれさっきのちょっと話に戻っちゃうんですけども、サラリーマンはこういうのやった方がいいよっていうのはですね、これこれらの銘柄っていうのは、まあ、この中でもいろいろあるんですけども、これらの銘柄っていうのはあんまりこう乱高下しないんですよね、うん、っていうのは世界中の人がこう売ったり買ったりしてるんで、うん、こう乱高下しないんですね。こうボーンって上がったりボーンって下がったりしないので、はい、日中ですね、株式市場が取引してる間、9時から3時までなんですけど、この間はですね、チャート見なくていいんですね。うん、見なくていいというか、見ちゃいけないっていうふうに僕は決めてるんですよ。うん、初心者のうちは。やっぱり見てですね、動かないとはいえども、まあ、いくらか入れて、まあ、その半分ぐらい損しちゃったってことがあるわけなんですよね。だけど、やっぱそれは日中に動いてるって、株価が動いてるって、その時を見てしまうと、やっぱ動揺してですね、変なことしちゃうんですね。いきなり決済しちゃったりとかですね。うん、あるんで、日中は見ないと。で、3時に取引が終わった後、もう価格が確定した後ですね、確認をして、家でじっくりパソコンを見て、明日の戦略をどうしようかって考えてます。まあ、時間がいっぱいありますから、明日の朝9時までに考えればいいんで、そういう時間があるので、精神的にも安定しますし、焦ってですね、なんか損したまま、決済しちゃうってことがないようにですね、そういう、なんていうかな、仕組みもありますので、非常にいいかなと思います。だから銘柄なんかもですね、今上がって下げそうな銘柄がいっぱいあるんで、株って上げるか、株を買うっていうじゃないですか、はい。買うのだけじゃなくて、株をですね、持ってないけど売ることができるんですよ。うん、これはリアルな世界では考えられないんですけど、何を持ってないんですけど、その銘柄を売ることができるんですね。だから、簡単に言うと上がっても下がっても、そうですね、空売りですね。うん、上がっても下がっても利益が取れるんで、僕らとしては、株価が動けば動くだけ取れていくので、今これからちょっと景気悪くなるんでっていう方もいるんですけど、景気悪くなるんだったらなったでですね、今日経がガーッと上がってる銘柄が多いんで、そこから下げを狙って、下げの方が早いんですよ。うん、下げはショートっていうんですけど、うん、まあ、下げる期間が短いからショートっていう話があるぐらいなんで、上がるのはゆっくり上がってくるんですけど、下がるのはストーンって下がっちゃうんで、まあ、ここは儲け時かなと思いますね。だから世の中不景気になるんですけども、
僕らはですね、全部窓を閉めて、カーテン閉めて、で、中でパーティーをするということができるように頑張っていきたいなと思っております。まあ、トレードの魅力ですよね。出勤せずに、外出せずに、ステイホームでいくらでも稼ぐみたいなね。ですね。うん。本当投資家の精神っていうのはたくましいもんで、東日本大震災で本当にね、大騒ぎしてる時でも、チャートは相場は動きまくってたんですよ。で、事故の裏で富豪が生まれるっていう名言もあるんですけども、ああいった戦争とか紛争とか災害があると、必ず金持ちが生まれるんですよね。本当になんかもう、ちょっとこう、人の不幸は蜜の味じゃないですけども、でも、世の中には災害っていうのはなくなりませんし、事故もなくならないし、まあ、いろんなものがね、こう暴落するわけなんですよね。でも暴落の裏ではそれをきちんと利益に変えてる人がいるっていう、もうこういう皮肉なね、影と光のレースがあるということはもう変えられないですから、じゃあなんか災害が起きて会社が壊れましたとかね、道路が壊れましたって言ったら損しっぱなしなんですけども、リアルな世界でも投資の世界にいるとね、その損から利益をつかみ取ることができるっていうね。で、掴んだ利益で復興に対して、まあ、寄付をしてみたり投資をしてみたりとかっていうので、やっぱり元通りになる部分があったり、本当経済っていうのはね、まあ、ある意味皮肉であり霊障的であり合理的であり、なんか表現非常にしにくいアメーバのような悪魔のような存在だなと私は思うんですけどねなかなかつかみどころがないんですけども、ただ投資ってものを私たちは知ることによってね、やっぱりまあ、分からない、見えないところがだいぶ見えてきたな。で、もう一つ言うと、見えていたものがさらに見えてきたなっていうところはありますね。冒頭でお話ししましたけども、株の投資をしない方でも、株式会社で働いていたり、バイトをしていたり、そういったご主人の収入で暮らしていたり、みんな結局、株をやってるようなもんだなと思いますんで、じゃあ実際に株をね、1単位、2単位切って、ちょっと試してみるっていうことで、さらにもう一歩、今までなんとなく関わってきた株式市場に関わってみると、どうかなと思いますよね。じゃあ、ストーンさんね、今日いろいろとお話しさせてもらったんですけども、これから株をやってみようかな、始めてみようかなって人も当然いると思うんですよ。そういう人に、まあ、初心者の気持ちがね、よくわかってるストーンさんから、まあ、怖いところとかね、それから、そうじゃないよ、すごくいいところがあるよ、メリットデメリットをまとめてお話していくとすると、どういった言葉をかけてあげた方がいいでしょうか。ちょっとお願いします。そうですね、初心者の時に、まあまあ、僕の体験で怖かったことっていうのは、うん、やっぱりそのちゃんと自分ができてないのにですね、知識だけは入ってきてっていう時が一番怖かったんですね、うんうん、できると思って大きくかけて、これは絶対に上がるとか下がる、大きくかけちゃった時にやっぱりね、こうガクッといったときに、やっぱもう普通じゃいられなくなるんだ、これなんだなっていうのが分かってですね、これはちゃんと真面目にやっていかないと本当に死ぬなと思ったんですね。うん、だそういうことがないように、やっぱりその最初は別にお金かける必要ないんで、チャートとにらめっこしてですね、うん、少額でやってですね、例えば600円勝ちましたって言ってもですね、それをかける1000とかにすると、やっぱり同じように動くわけなんですよね。だからそういう少額でももう1000万張ってるっていう感覚になれるようにですね、練習をしていくとやっぱりすごい臨場感が出ると全然違うのかなっていうふうに思いましたので、うんまあ、そのあたりの練習とかですね、毎日毎日の積み重ねになってくるので、そこをやっぱりしっかり抑えておくっていうのが、怖い目に遭わないというかね、そういうことなのかなと思いますね、うん、ちなみにその株を始めるときにこれは覚えといてよみたいな基礎知識ってどのぐらいあるもんなんですかね。そうですね。まあ、僕も本当によく知らないんですよ。株の、なんていうか、難しい、ありますよね。なんか、PBR とか、はいはいはい、そういう、会社式法に書いてある。ああいうの全然わかんないんですけども、はい、覚えなきゃいけないのは、やっぱりその、いろいろあるんですけども、その、なんでこう、値段が動くのかなとかですね。うん、買う人が多いから値段が上がったりとか、売る人がいるから下がるとか、まあ、そのあたりから入っていくと、非常にこう、納得ができるのかな。だから移動平均線はあんまり関係ないよっていう人もいたりとかですね。あとは、その出来高がすごく
重視されるとかいう人いるんですけども、まあ、それもこれもやっぱりその辺の値動きが分かってからでないと、なかなかそっちばっか頭に入っちゃうと、本質がつかめないっていうか、最初僕はそうだったんで、で、うん、そういうこの値動きが分かって、このチャートの読み方っていうか、ね、そういうのが分かってくると、あ、なるほどね、これでこの道具はこうやって使うんだなっていうのが分かってくるんで、そこから入った方がいいんじゃないかなと思うんですね。あんまり頭でっかちになっちゃうと、いろんなことで分かんなくなって嫌になっちゃってですね、で、うん、全然思った通りに動かないじゃんってことになるんで、やっぱりその辺の本質から入っていった方が、割とこうすんなりいくのかなと思いますね。いろんな情報あるんですけど、やっぱりその値動きなんで動くかっていうところから入っていった方がいいんじゃないかなって思います。だから覚えることっていうのはそんなになくてですね、チャートがどうしてここがこうなってるのかっていうこの理由がやっぱりね、こじつけでもできるようになるんです。で、こじつけでずっとやっていくと、何百年分とかこう見てるとですね、やっぱりここ同じじゃんっていうのが出てくるんで、その繰り返しなのかなと思います。だからすごく地味なんですよね。地味で、そういうのがちょっと無理って方は、ちょっとあそこに向いてないかなとか思っちゃうんですけど、やっぱりその、地味なことの積み重ねなのかな。でもそれがですね、本当によくネットのね、商材とかになりますけど、5分で300万とかありますけど、5分もかかんないですからね、エントリーして決済するので、もう本当にパッと見て、よければ OK でなっちゃうんで、だその裏ではやっぱりしっかりとした地固めが必要なんで、そんなに簡単にはいかないんですが、ただ、時間をかけてきちっとやればですね、そんなに難しくないのかなと思うんですね。だから、あんまり覚えることっていうのは、なんか専門的なことでこれを知ってないといけないとか、資格がないとできないとか、そういうことではないんで、やっぱりコツコツやるっていうことができる方はすごくいいんじゃないかなと思いますね。じゃあやっぱり、ストーンさんと、ストーンさんのような方と二人三脚でやりながら、分かんないときに聞く、聞いたらすぐに答えが返ってくるっていう、この関係を作っていった方が、最初に単語集を見るよりも、もしかしたら効率的かもしれないですよね。そうかもしれないですね。で、実際3ヶ月とか6ヶ月とか、大体1年前後をめどに、知識が身についてそこそこ実践して、なんか勝てるようになってきたの、もしくは勝てる気がするなっていうところにまで行けば、まあ御の字みたいな、そんな2022年の株の向き合い方っていう形で、サラリーマンしながらお勤めしながら1日にね5時間6時間するってわけじゃないんで、このペースが妥当なのかなと思っちゃいますけども、そんな感じですかね。半年1年ぐらいで、分かってきたかもみたいなのがちょうどいいぐらい。そうですね。それにしてもね、FX もそうなんですけども、株も一定のレベルで勝てるようになった、これ一生勝てるようになりますからね。ここがすごいんですよ。株相場とか FX の相場とかっていうのは、結局、チャートってどこにでも存在するもんなんで、応用が効きやすいんですよね。で、通常、サラリーマン勤めをしているとね、その会社の中ではスペシャリストになるんですけども、他の会社に行ったらいきなり使えなかったりするんで、非常にね、転職が難しかったりするのが、50代を迎えるサラリーマンの実情だと思いますけども、株は裏切りませんからね。株はずっと、ね、同じ理論理屈で儲けていきますんで、一回身につけたら一生ものという、本当に倒産しない、なんか会社を身につけてるようなもんだと、私もね、株に対しても思うんですけどね、FX との共通点もかなり見つけられて、私もね、ちょっとこう、興味がだいぶ出てきたなってことです。私は株の取引はほぼ未経験ですけども、今日ね、ストーンさんのお話聞いてきて、やっぱり初めてやるんだったら、最初の第一歩をお任せした方がいいんじゃないかなっていうふうに感じることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、おおむね1時間になりましたんで、本当の最後の最後に、ストーンさんからね、ご挨拶して終了していきたいと思いますけども、いかがでしょうか。僕、お話ししていいですか。そうです、そうです。最後のご挨拶でございます。はい、すいません。今日どうもありがとうございました。お時間いただきまして、聞いていただきましてありがとうございます。もしですね、ちょっと始めたいなと思われている方はですね、もう、絶対これでやんなきゃいけないってことはありませんので、お話聞いてですね、僕も最初そうだったんで、話を聞いてやるかやらないか、自分で決めていただければいいかなと思いますので、でも株っていうのはこういうもんだよっていうのが分かるとですね、一つのこの知識として、
使えるのかなと思いますんで、やるかやらないかはそれからでいいかなと思うんですけども、まずまあお話はもう僕いつでもできますので、ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。相川さんがね、駆けつけで来てくださいましたけども、すいません、 ありがとうございます。ただ今回のこの動画アーカイブにして、あの YouTube の方にアップロードをするのを急ぎますんで、早ければ明日にでもアップロードできると思います。ぜひね、お聞きいただければと思います。そして速稼塾の中ではね、株を扱う部門は今回初めてなんで、ストーンさんと一緒にもしね、この株のことについて勉強するようなコミュニティができましたら、私としても速稼塾の方でもちょっと応援していきたいなというところでございます。その時はね、ストーンさんどんどん商材いっぱい作ってガンガン売っていきましょう。まだそれぞれ気が早いですけどもね、まずは株に興味があるこう軍団を作っていって、みんなでね、お互いに学び合えるような、そんなグループができたらいいなと思ってますし、私もそういうところに、ね、参加したいと思います。はい、じゃあ本当に今日最後でございます。ありがとうございました。相川さんも、来ていただいたのですいません、終わっちゃいますけども。はい、じゃあストーンさんね、これからも週刊中年ジャンプ更新頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも遅くまでお疲れ様でした。また明日の朝のライブ放送でお会いしましょう。ストーンさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。失礼します。ありがとうございます。